丸箸で豆をつかむユニークなコンテストが6月19日東京サンシャインシティで行われました。企画をしたのは昆布やお豆さんで知られるフジッコ株式会社。この催しは6月の食育月間に合わせて毎年行われているもので、上手な箸の使い方や食事のマナーをゲームで学ぶイベント。今年は全国から132名の生徒が応募し、最終予選に残った18名が決勝戦に臨む。東京都の松尾樹奈さんが見事栄冠に輝きました。また今回から外国人部門がスタートし、サデザデゴラムレザさんが優勝しました。優勝者にはフジッコから1年分のお豆セットと図書券5万円、トロフィー、メダルなどがプレゼントされました。優勝した松尾さんに喜びの声をお聞きしました。1位になるとは思わなかったけど、1位になって嬉しかったです。食事の後に練習をするような形でやってました。はい、豆製品はよく取るように心がけてます。フジッコでは食育を通して子どもからお年寄りまで健康で健やかな生活が送れるよう数々のイベントを実施しています。今回の豆つかみイベントは同社が開発した豆つかみグッズ、豆っこくんを利用して行われました。フジッコ株式会社取締役営業企画室長北島美希也さんに開催の趣旨についてお聞きしました。私ども豆が基本の原料ですので、なんとか食育でそれが活かせないかということでこれをスタートさせました。豆に関連する食育のイベントはぜひ継続していきたいというふうに思っております。この日はテレビや CM で活躍中の小学生漫才コンビ前田前田が進行アシスト、進行役の司会者も2人のお笑いに終始追われっぱなしという楽しい一日でした。